高瀬実情、高瀬実のる高瀬実のる、明治30年、1897年12月13日、昭和22年、1947年11月19日は、日本の俳優である。サイレント映画時代から活躍していたが、トー以降の、わしゃかなわんよ、あのね、おっさん等のギャグで知られる。本名は、野戸や真、野戸と真一。 1897年、明治30年12月13日、北海道庁函館区、現在の北海道函館市に生まれる。1905年、明治38年、7歳の時に上京し、舞台に上がる。長寿手からは、中部名古屋で、高瀬実の名で一座の座長を務め、真面目な芝居で売っていた。東京の新派の大御所に、全国に名を知られ、 名優と呼ばれた高田実がおり、高瀬は名古屋の高田実と評判されたほどで、高瀬実のの芸名もこれにちなんでいる。1915年、大正四年、日活の前身の一社エムパテー商会の経営者だった梅谷小吉の新会社エムカシー商会が制作した映画、竜人の娘が、高瀬が映画に出演している最も古い記録である。 1919年、大正8年4月30日に公開された、天然食活動写真、天活製作の田村宇一郎監督のくずもっこを一、主演作、工女白菊にも出演している。同年、日活向島撮影所に2枚目で入社、役者時代の絹笠定之助らと共演後、間もなく、退社、翌1920年。 大正9年にはすでに国際活影室のはず、撮影所に移籍している。細山清松や畑中昭波作品に出演するが、やはり長続きせず、24歳を目前にした1921年、大正10年秋には、帝国工業の協力を得て、高瀬映画研究所を設立、映画制作に乗り出す。しかしこれも3ヶ月で終了する。1923年、 大正12年9月1日の関東大震災を経て京都に移り、1925年、大正14年初頭に東亜キネマに入社する。西名熊彦作品に徴用されるも、1926年、大正15年には、木の笠の京津田一ページの現場に身を投じ、相馬一平と名乗り、以降木の笠映画連盟の設立に、参加、十字路など、 連続的出演を重ねた。その後、松竹下鴨も撮影所に入り、時代劇に出演したが、林長次郎、長谷川和夫と息が合わず、松竹を退社。その次に、高瀬実のる城の名で、嵐勘十郎プロダクションに入社した。1928年、昭和3年、30歳で、日活渦正撮影所に入社。 日活時代の初期は、伊藤大輔監督の、おあつら郎吉ろ氏の目明かしに基ち、工房新選組の伊藤木根太郎、辻吉郎監督の、ち煙高り人山のあの男など、主演の大河内伝次郎に対抗する陰険な、キャラクターの悪役を演じた。原尊の、ち煙高り人山のフィルムでは、大河内との激しい立ち回りが残されている。天気は1932年。 昭和7年の伊丹万作監督、片岡千恵蔵主演の国志無双であった。伊勢瀬森役におけるコミカルな演技が評判となり、喜劇役者に転向。その後、山中貞夫監督の怪盗白盗金、丹義左前世は、百万両の壺、高知山宗春などに出演。ここでは、アメリカの喜劇コンビであるローレル・ハーディを真似て、鳥場陽之助との 極楽コンビシリーズが大当たり、40歳になった1938年、昭和13年に、東方に、遺跡、と、極めて順調に、口元の隠れる長い鼻ひげと蜂の、あざまゆ、丸い目張りと独特のメイキャップにより、異様な風体を印象づけ、強烈な脇役キャラとして、人気を博した。特に、コメディアン転お及び、陶器以降に本領を発揮した。 一世を風靡した甘いナスのね、おっさん。わしゃかなわんよのギャグが、戦時中、沿線的であるとの理由から軍によって、封印沙汰際には、巡業でここを忍ぐなど審参をなめる。終戦後の1945年、昭和20年、斉藤虎次郎監督、古川六波、横山円達、花火師あちゃこ、初代柳屋ゴン太郎、 石田一松らと共演した東京五人男に出演。闇で裕福となった農民役が好評で、喜劇役者として復活を目指した矢先の1947年、昭和22年11月19日に死去。満49歳没。遺作は斉藤虎次郎監督の浮世も天国。愛称はあの根のおっさん。 高瀬実のるじと改名して日活に展示、大河内伝次郎の仇役に選ばれ、血煙工人山で初顔合わせしたが、大河内は、ものすごい禁止で、チャンバラになると、もう滅法を切りまくると脅かされた高瀬は、向こうがそうならこっちも黙ってはいられないと、真剣を持ってやると言い出した。大河内もこれには驚き、向こうが真剣ならこっちも真剣だと真剣同士の、チャンバラが始まった。 稲垣博によると、それまでに見ることのなかった意外な迫力があったという。稲垣が後に、高瀬にこの時の話を聞くと、何しろ向こうは、盲導前の暴れん坊だから真剣でも持たんと、危なくていかん。大河内に聞くと、向こうは、気違いでしょう。気違いに、刃物と言いますからな。真剣を持って立ち向かえば、多少は、向こうも手加減しますわ、などと、どっちも、 どっちの答えを返した高瀬は、こうした熱演役者であり、得意なマスクで熱演すると、グロテスクで、観客は高瀬が銀幕に出ると身震いして、目をつむるという始末で、監修らからも高瀬を出さぬようにと希望した。これが180度転向した、国志無双で、悲劇的熱演が成功し、従来のグロテスクを脱皮して、あーあのね、おっさんと独自なスタイルを作り上げ、 トバ用之助スケと極楽コンビシリーズで多くの C 作品を生んだのは来歴の通りである。この後、稲垣や山中貞夫の真面目な作品にまで、和ゃマスコットじゃから出してもらいますよと言ってのこのこ勝手に出るようになった。出てくれば何か一芝居させねばならず、その芝居がくさびとなって映画を面白くした。高瀬は、どうやおっさん。 わしが出たから見物が入ったじゃろうがと、誰を捕まえても、おっさんと呼んだので、逆にこれがあだ名になった。人気絶頂の時に、わっしゃ、かなわんよの言葉が、全国に流行。戦争で暗かった気分を明るくしたが、軍部から、この非常時にかなわんとは何事だと叱りを受け、同時に、持ち味の突飛な演技まで自粛を命じられた。戦後ひっそり亡くなるが、 華やかな葬式もなかった。稲垣は、観客や、我々をあれほど楽しませてくれた役者だっただけに、その最後の寂しさは悲しくも思うが、派手でなかったのが、あのねのおっさんらしいのかもしれないと高瀬を忍んでいる。カンプロ時代、鴨神社のただしの森で蛇を捕まえてわくっていた。電光石火で、蛇の首根っこを押さえてがぶりとやる、荒んが、わー、汚たな。 よせ、と止めても、大将、これ、栄養ありまんねと返すので、アラカンも、栄養関係ない、もうお前ロケ連れてくのやめやと恐れをなしたという。この蛇を何匹も取ってきては、家で夫婦で食うのだが、来客があるとかば焼きにして出すので、知らない者たちは、ケーキおろしおまんなあ、あっこへ行ったら、いつでもうなぎまむしごちそうしてくれすなどと喜んでいた。アラカンは、役者としては、 芸のある男でおましたが、カンプロ基人伝、この男にとどめを刺しますと語っている。また、銀行がないので自身の一物に朱肉をつけておし、後で大きさが違うから俺の印じゃないと相手を煙に巻いた。娘は、吉本新喜劇の元女優、高瀬銀子。銀子の娘の夫、すなわち、義理の孫が石井構造。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。